てもらって自分でできない。なかなか難しいですよね。でも美容院さんも思い切ってやってって言っても思い切ってやってくれないんですよね。じゃあそこのさ、これ切らない方がいいってことなんだから、そういうことじゃない。本当ですか？ビニールの中。谷さん、今日のコンセプトは何ですか？5歳若返り。はい、5歳若返るメイクを始めます。美容液も日焼け止めもみんな入っています。腸崩れを少なくするパウダーを塗ります。固形のファンデーションで抑える感じにするとさらにお化粧崩れが少なくなります。お肌がクリアな感じに仕上がります。眉毛をきれいにしていきます。ブラシでちょっと眉毛を整えて足りないところを細くしていきます。眉頭と眉尻の方を少しぼかすようにしていくとナチュラルな感じに仕上がります。